皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。夢かく合同壮行会思想新徳そばの館、ここで皆さんそばを満喫していただきましたので、次は阿蘇路国道というところを通ってゴール音更道の駅夏空のふるさと、そして北海道のお菓子龍月、ここちょっと前進したいと思います。はい、皆さん準備よろしいでしょうか。それでは蕎麦の館出発いたします。ここからはもう帯広の町までしばらく道なりになります。そして帯広の町に入りますと阿蘇路国道といわれる241号線だったかな、まあ、大きな看板がありますので左折して前進する、そういった感じです。ゆっくり前進します。すみません、撮影していることをすっかり忘れておりました。まあ、これから帯広の町の中へ入っていくんですけど、まあ、まだまだ先が長い、ツーリングになります。先ほどの出発した蕎麦の館っていう、まあ、蕎麦どころからですね、次は、まあ、帯広から音更町というところにあります、まあ、道の駅、まあ、そこに前進すると、そこまでだいたいラビ状の距離で行きますと45、6キロ、まあ、時間的に、まあ、1時間ちょっとぐらいっていう距離でしょうか。で今時刻が午後、2時20分、うん、そうですね、15時、午後3時半過ぎぐらいに着けばいいかなっていうふうに思っております。まあ、次に行く道の駅っていうのも、まあ、新しいところでもありますし、また隣にね、北海道のまあメーカーっていうと、まあ、たくさんあるんですけども、その中でまた龍月っていう、お菓子があります。まあ、そこにもちょっと立ち寄ってですね、まあ、お蕎麦で、満腹になった後、皆さん別腹で、今度はスイーツとかですね、そういったものを、まあ、堪能していただくと、まあ、そういった、感じです。もう思想ではなくなって、これも本番みたいな形になってまいりました。まあ、本来なら僕と嫁さんと、2人で
ましょう。ちょっと裏道通っていこうかと思うんですが、皆さんいかがですか。左方向です。皆さん裏道通っていこうかと思うんですが、いかがでしょうか。いいと思うよ。はい、じゃあこの境町鹿追方向へ向かいます。でね、ちょっと裏道走るんで、トラクターの泥とか落ちてるかもしれませんが、ちょっとこのルートも面白いんで行ってみたいと思います。すいません、ちょっと急遽このルートにして。このルートもまた面白いルートです。この先しばらく道なりです。はい、思想といったところでですね、ちょっと急遽、ルートを変えてみたりして、目的地は一緒なんですけども、ゴミゴミした帯広の街を走るのがいいのか、そっちの方が本当は分かりやすいんですけど、ちょっと裏道っていうのも、これちょっと僕もあの昔走ったことある道なんですが、ちょっと思想ということで、この道がちゃんといいかどうかっていうのもちょっと実験的に、走ってみます。裏道、ちょっとね、そうですね、農家さんじゃないですけども、トラクターとかそういうのも走ったりする道なので、どうかな、泥とかそういうのがちょっと落ちてたりとかするので、皆さんのお車、またオープンカーですので、みんなで走ると砂ぼこりが上がるのでどうかなって思うんですけども、走りを楽しみたいというんであればこの道はベストかなって思いながらも、ちょっとこの道、急遽チョイスをしてみました。いや、何年ぶりだろうこの道通るの。昔はね、ここよく仕事で通ってたんです、トラック、トラックですね、トラックでここよく、走ってました。ゴミゴミした街、この街中を走るよりは、こっちの方がですね、燃費も、トラックの燃費にもいいんですね。で、また発進停止がほぼないもんですから、荷崩れもしにくい、一定の速度で走れる、そういったところでこの道はよく活用してました。でも僕にとってもね、十数年ぶりにちょっとこの道走るので、だいぶちょっと記憶もなくなってきてるところもあるんですけども、思想です、試し走りですので、こんなルートもちょっと、一応計画の中に入れてですね、あとはもう本番の時に、街中を通っていくか、このルートを使うか、これはまたちょっと判断は僕と嫁さんの方でやろうかなとは思っております。しばし、そうですね、もう帯広になる、新徳、帯広っていう形なんでしょうけど、こういう、景色が、左右に広がります。北海道の景色っていうのは、だいたいこういうのがだいたい多いですね。裏道ということ、これポルシェなんだろう、これポルシェ、皆さんこれポルシェ、これカイエンかな、すいません、適当なこと言ってしまいました。カイエンしか知らねえんだろう、すいません。こんな感じの道を、走りながら、目的地へ進むと。で、北海道の鹿追っていう、パトカー、すごい、これパトカーね、これね、日産、これスカイラインのあれジャパンと言われてたやつですね。ジャパン、スカイラインジャパンですね。あれ、あそこずっと放置プレイしてるんでですね、あれ本当に許してくれるんだったらレストアしてエンジンかけてみたいですね。ここの道久々に走りましたが、先ほどスカイラインジャパンのパトカーが展示されてたのを見ました。自分と朽ち果ててきましたね。
道なりになります。皆さんどうでしょう、離れた方いらっしゃらないですかね。皆さんついてきてますかね。はい、北海道、鹿追町、そしてこのまま行くと鹿離別湖というところに行きます。鹿離別湖と聞くと皆さんどんなイメージがあるでしょうか。冬はワカサギ釣りっていうのがあるんですね。あれ鹿離別湖って確か冬は凍る湖だったかな。で、結構分厚く凍りますんで、そこにちっちゃな穴開けて、で釣り竿の針を落として、でワカサギ釣るんですね。ちっちゃな魚ですね。でそれはもうその場で、油で天ぷらっていうかフライっていうかそうやって食べて楽しむっていう、そういったこともできるところです。と鹿離別湖、僕ちょっとねあんまり鹿離別湖って行ったことないので、どういうあれ景色なのかってあるんですけど、ちょっと壮行会で鹿離別湖ってちょっと遠いのかななんて思いながらも、36キロで36キロで到着する場所なんですが、今回ちょっとそのルートは入れてません。まだまだこの帯広方面って開拓するルートがねたくさんあるのはもう分かってるんですけども、ちょっとね休憩地点、あと食事どころ、あと目的地の駐車場の規模、そういうのがちょっと壮行会の中で重要なファクターとなってきますので、そういったのもねちょっとまた思想しながら、確認、またルート上 Google マップとかそういったもので、図上で、一応判断してみるとかですね、そういったこともやりながら、壮行会が無事に快適に進むようにって、そういったことを心がけてやってます。壮行会に参加したい、どうぞどうぞ、僕のチャンネルのコメントからですね、参加したいんですけどってコメントいただければ、次回の壮行会のやつをちょろっとお知らせしたりとかします。ちなみに公開はしておりません、全部隠密で、壮行会やっております。
どうぞお気軽に僕のチャンネルのコメント欄から、まあ、入っていってくれれば、次回どこどこ方面行きますよっていうようなことを、お知らせしたりとかしてます。6月はいつやるんや。あ、6月ですか。あ、これまたちょっと、はい、あんまり公開してないんですよ。だからミステリーな、まあ、メンバーになってる方はもう僕がちゃんと情報をちゃんと皆さんにお伝えしてるので、いついつ何時にどこどこでっていうのは分かるんですけど、そうでない方にとってはいつやってるんだろうっていうか、まあ我々読みかボードそこからです。はい、鹿追町といったところに入ってまいりました。まだちょっとこの先道中が結構ありますので、また次到着地点まで来ましたら次の、目的地、音更道の駅星空のふるさとだったかな、あとお菓子の龍月、ここをまた皆さんに紹介したいと思います。行ってきます。